ココナッツはパラマウントピクチャーズ制作1929年に公開された映画。この作品はマルクス兄弟初の長編主演映画でもある。この作品に出たミュージカルコメディのスターはマルクス兄弟だけでなくオスカー賞、マーガレット・デュモン、メアリー・イートンも入る。ウォルター・ウェンジャー制作、ロバート・フローリーとジョセフ・サントリー監督のこの映画はモリー・リス・キンドが ジョージ・エス・カウフマンのブロードウェイミュージカルを映画にしたものだった。舞台作品の映画化の初期の例として、この作品は不完全な陶器制作方法がしばしば評される。アーヴィング・バーリンは、When My Dreams Come t を含む5曲を作曲した。この映画は、アーヴィング・バーリンの作品の中でも代表曲が一つもなかった作品である。バーリンは、 舞台版のためにオールウェイズという楽曲を作ったが、ジョージスカウフマンがヒットしないと考え、バーリンにカットするように頼んだ。実際カウフマンはノーアンウィルビーブ、エイディリックライク、アイルビーラビングユー、オールウェイズ、ハウ、アバウトチェンジングイットツー、アイルビーラビングユーサーズデーと話した。なおオールウェイズは1942年の映画打撃用で少し使われた。 映画化する際にカットされた舞台版の楽曲はあり、その中でもラッキーボーイは舞台版ではボブとポリーとの婚約をコーラスが祝う歌である。また、ボブとポリーがデュエットするラブソングエイリトルバンガローは WhenMyDreams Come True に差し替えられた。ありがとうございます。